皆さんこんにちは。骨格輪郭コンプレックス改善美容師の竹迫です。今日もよろしくお願いいたします。今日は以前より太ってしまって、今まで好きだったメガネが合わなくなってしまった、またはお肉が下がってきてしまってしっくり来なくなってきてしまった、そして視力が落ちてメガネを作りたいけどどんなメガネが合うか知りたい、普通なら顔別でメガネの形を選ぶと思います。ネットで調べてみると、お顔の形と逆のメガネをつけると良いとあります。しかし丸顔さんでも丸いメガネが似合う場合もあります。メガネも髪型や服装のようにファッションとして楽しむのも良いと思います。顔別判断にプラスしてメガネのフレームの大きさ、日本人の骨格、骨の出方、眉毛、頬の肉など、さらに輪郭の余白の大きさによって短所をカバーする方法を解析したいと思います。この動画ではメガネをつけることでコンプレックスを変形させることはできませんが、目立ちにくくする見方と、そして好みにもよりますので、こんな見方もあるということで参考にしてみてください。このチャンネルでは彼女たちは骨格や輪郭のコンプレックスをどのように魅力的にカバーしているか、そして彼女たちがスタイルチェンジをした時に皆様の新しいチャレンジの参考になれたら良いと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず基本的に目が離れて見えたり寄って見えたりしないように、目の瞳がメガネの真ん中に来るようにブリーチを調節しましょう。東洋人は頬の骨がゴツゴツしていたり、前に出ている頬骨と横に出ている頬骨の人が多いです。角張った方はメガネの形よりメガネの大きさが重要になってきます。メガネが少しでも小さいと顔が角張ってしまい、余白に目が行き角張ったラインを強調させます。メガネをかけた時の余白の大きさを見ましょう。特にメガネをかけた時にかかる頬のバランス、同じ大きさでも下半分が透明なメガネと黒縁メガネでは透明メガネの方が頬が大きくまたは角張って見えます。そしてメガネだけのお話になりますが、メガネだけを見るとヘアラインと同じで、目を大きく見せたい人はフレームを小さくして目に近づけると目が大きくまたは強調されると言われてます。確かにそうですね。しかしお顔全体を見てみましょう。フレームが小さくなりお顔の余白が大きくなることで目も一緒に小さくなった気がします。こちらの方が全体的に見るとフレームはこちらより大きいですが、そんなに目が小さい感じはしません。有村架純さんもこちらのお写真は余白が大きくなっていますね。こちらの方がお顔が小さく見えます。少し大きめのフレームでも上のフレームに目を近づけるだけでも目は大きく見えます。さらにエラ張りが気になる方はエラ周りのコントラストをぼかすとさらに目立ちにくくなります。頬骨や頬肉などにコンプレックスがある場合、メガネのフレームが頬の中間部分より気持ち大きいものを選ぶとカバーできます。色が濃い方が透明よりカバーできます。丸顔でお顔ラインが綺麗な井川遥さんは横に細いメガネをすることで縦長シャープが強調され、キリッと大人っぽい印象になります。面長さんで細いメガネは縦の余白を広げてより面長を強調しますね。でもどうしても細いメガネを使いたい場合はフレームが細いものや透明なもの、肌の色に近いものを使うとぼかせます。フレームを濃くして出っ張りをカバーしましょう。小さいフレームにすることでお顔は大きくなります。どうしても小さいフレームにしたい場合は横の棒を太くしても良いですが、サイドバンクを軽くつけると良いです。お顔が角張っている方は輪郭と逆の軽めのカールで柔らかく、
頬が出ていて、五角形の方はおでこを横にしっかり出してふんわりカーブをつけてみましょう。釣り目の方は眼鏡の方が柔らかく見えます。垂れ目の方は眼鏡をかけることで目がパッチリします。逆に目が大きくてあっさりしたい方は大きいフレームにするか、肌に近い色でも良いです。それでもフレームをどの形にしようか悩んでいたら、鼻の形も見てみましょう。鼻を高くしたかったり、鼻筋を目立たせたいなら、ブリッジが肌に近いものや、ブリッジが少し上のもの、横に広い鼻が気になる方も、ブリッジが濃いより透明で細いフレーム、おもながさんやお顔の比率で鼻が一番長いことを悩んでいたら、ブリッジが下目かブリッジが太いものを選ぶと良いと思います。個性が強いメガネや凝ったデザイン、色が派手なメガネの場合は、よりメガネを主張するようにベビーバンクで眉毛を出したり、お顔周りをすっきりさせるとメガネが垢抜けて目立ちます。上にフレームがあって下が透明なナイロールメガネは、上はあっさりおでこを出して下の方にふんわりボリュームのあるロングなどがバランスが取れたりします。下にボリュームがないメガネなので頬が角張っていたり、頬にボリュームがある方は上のフレームが濃い分強調されやすいですが、フェイスラインが綺麗な方はおでこを出していればラフに結んでお団子も良いと思います。おでこが広い方がおすすめで、おでこが狭い方はおでこが狭いことをより主張します。フレームが太いと眉毛まで主張してしまうので、男っぽい印象になります。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも骨格や輪郭のコンプレックスを彼女たちはどのようにカバーしているか、皆様の可愛いの新しいチャレンジの参考になれたら良いと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。